ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、ショーシャンクの空にの、レビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今北産業、主人公が刑務所でケツを守るヒューマンドラマ、違う。合ってるのぜ。というのは置いておいて、多分世界で一番有名で最も感動する、人気なヒューマンドラマ。IMDb トップ250ムービーズで1位のガチレジェンド映画なのぜ。誰におすすめなのぜ。全人類におすすめ、欠点がほぼない、2020年に見ても面白いし、一度見たら最後まで見ちゃうレジェンド映画。ではではでではここから、キャストの紹介をしていきます。主要キャストは主に3人。え？一人目はモーガン・フリーマン。この黒人のおじさんは、今じゃレジェンドって感じのクッソ激烈に、演技がお上手なおじいちゃんなんですが、実はシャーシャンクが出世作で、この頃は駆け出しというか、ドライビング・ミス・デイジー、などを見ていたシャーシャンクのプロデューサーが、モーガン・フリーマンって役者がガチでいいからって押して、この映画で人気を不動の地位に確立した感じです。はい。で、ガチでこのモーガン・フリーマンが演技がお上手で、この映画では小芝居がお上手。映画で見てほしい部分は、もう一人の主人公に出会う前の仮釈放の演技というか小芝居で、今流してるシーンなのぜ。目をそらして嘘をついているような演技をしてて、口では反省してますって小芝居してるのぜ。まあ、って感じで、で、この後もう一回仮釈放の試験が後半出てくるんだけど、この二回目と一回目の演技の違いがお上手で、見どころです。この映画において、モーガン・フリーマンが進行役、ナレーターなのぜ。で、もう一人がティム・ロビンス。この役者も実はこの映画が出世作で、これ以前はパッとしない役者。この役者はまあこの映画がハマり役って感じで、サイコパスっぽい顔立ちがいいよねってことでの主役なんだけど、これがいいんだよね。また顔が、その手の人間好みの、マリリン・モンローみたいなそそる顔立ちしているらしいです。え、マリリン・モンロー？あ、ふーん。で最後の主要人物がマーク・ロルストン。綺麗な顔してるだろ？おまんじゅうのお気に入りなのぜ。この人はジグソーって言って、この刑務所の主要人物。え？この人ジグソーだったのぜ。この人がいるからこの映画は面白いしぶっちゃけ、シャーシャンクって、うちらおまんじゅうは10回くらいは見てると思うんだけど、どんな映画？ってなると、ここのシーンと、ここのシーン、おまんじゅうのお気に入りのシーンなのぜ。アニメっぽくて好きなんだよね。おじさん。しか覚えていなくて、刑務所でケツを守る映画って印象が強いのぜ。そうそう。でも、改めて映画を見直すと、ケツをかけた攻防戦って、前半のほんのりとした時間しか使われてなくて、毎回見直すたびにハエってなります。まあ、そんな感じで、トリマ、この3人のキャストさえ覚えておけばいいんじゃないかな？ 3 人目はいらないんじゃないかなのぜ。え？え？では、ここからあらすじの解説をします。ちなみにこの映画は超絶古い映画なので、オチまで言うので、ここからネタバレとなります。刑務所のリタ・ヘイワーズ。物語は、1950年代のアメリカのショーシャンク刑務所が舞台。この刑務所は存在しない架空の刑務所なのぜ。主人公はアンディ・デュフレインという銀行員で、彼は妻とその妻の愛人を殺した罪で終身刑を宣告。絶対ぶっ殺す真ん中を立ち。こりゃあやってるお顔だね。こりゃあやってるお顔なのぜ。そんな感じでショーシャンク2週間、アンディは無実を主張しながらも、ホモに目をつけられたために、ホモの魔の手からは誰も逃れられないのぜ。ケツを守る生活を始める、なんやかんやあって、調達屋のモーガン・フリーマンと親しくなって、調達屋というのは禁制品のタバコとかを、刑務所内部に違法に調達する囚人のことを言うのぜ。その後なんやかんやあって、元銀行員の知恵を使って、警備所長をお助けし、ホモのおじさんがリタイアしてしまう。で、なんやかんやあって、所長に気に入られて所長の裏帳簿を作ることになるまで出世して、クズの所長が、主人公が頑張って鍛えた、将来ある若者、エルビスにクズ行為をしたのに激おこぷんぷん丸。さらには主人公以外に真犯人がいるっていうのに、全くそのことを調べてくれないこともあり、20年かけて掘った脱出穴と、20年かけて溜め込んだクズ所長の裏帳簿を退職金代わりに奪って逃亡、メキシコでホテルを始めるのでした、というシナリオです。はい。で、ここからは小ネタというか考察だったり、こういうのがあるんですよという解説。まずはこのシーン、ここでこのおじさんがシャバに馴染めずに、あれするシーンがあるんだけど、
このなんちゃらワズヒアーってのは、黄色いワズヒアっていう、もうアメリカでも死滅したミームみたいなのがあって、それのオマージュというか、コーカソイドの文化ってこういうことするよねって感じの文化ね。一部のジパング人が便所に落書きするみたいな文化なのぜ。で、映画のタイトル、この映画はスティーブン・キングの、刑務所のリタ・ヘイワーズ。ってのが題名で、まあこれって知らないとってネタなんだけど、リタ・ヘイワーズはマリリン・モンローみたいなセックスシンボルで、主人公は刑務所における端正なそそる顔立ちをしてるので、刑務所のマリリン・モンローだよねってことね。その手に受ける顔してるのぜ。で、ここからは考察で、エルビスが聞いた口コミって話で、主人公じゃなくて、真犯人がいるって話が入るので、視聴者さんは、ならもう主人公は無実の罪だろって誘導されるんだけど、この映画では本当に主人公が無実であるか？ってのは明言されていなわけ。冒頭のシーンでは、どう考えても、やっちゃってるガン決まりの目をしてるし、衣服にケチャップもついているからなのぜ。そうそう。だから、主人公はまあ限りなく城には近いと思うけど、真犯人の証言って、エルビスがまた劇で聞いた話だし、そいつが俺がやりましたって公式に出ろったわけでもないから、主人公の奥さんを殺した犯人は誰にもわかりませんってオチね。よくできているのぜ。でまあ、この映画のごいすうな部分って、このラストのオチで結構揉めたらしいんだけど、モーガン・フリーマンと再会して終わらす。ってシーンに落ち着いたところがごいすうだし、センスがあってべね、しっとりとしていて、それでいてべたつかないすっきりしたオチなのぜ。で次が、この映画って、主人公は激おこぷんぷん丸した結果、脱走するって選択をするわけ。ここがごいすうで、テンプレ映画だと、証拠を集めて無実を勝ち取るのぜ。そうそう、ところがこの主人公は証拠を集めて無実を勝ち取れないって設定で、で、じゃあもう脱走しかないなって選択してて、これって不特定多数の視聴者さんに対して、完全凶悪な解決策を提供していないわけだから、シナリオとして人間を選ぶよねってシナリオなわけ。ところがギッチョンチョンで、映画の評価とかから見るに、普通に多数の視聴者さんはこの映画を見終わった後は、すっきりとした気分で映画を見終われるし、所長をしっかりとクズに表現しているからなのぜ。この脱出のシーンなんか、おぉってなる、名場面なわけ。これがこの映画ガチでごいすうだなって思える部分で、完全凶悪じゃないシナリオで、多数をすっきりさせて終わらせる演出というか、ストーリーの持っていき方すげえな、って感じです。すげえなすごいですなのぜ。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星5、文句なしのナンバーワンヒューマンドラマ。シナリオが淡々と進むし無駄シーンがほぼ一切ない。たまに見たくなるって思える時点で、ガチでごいすうなレジェンド映画って感じ。この映画って、ランチアウト当初は、ヒロインはいないし、他にも名作がたくさん出た。映画の当たり年だったので、映画館での興行収入はそんなだったんだけど、対抗馬たちも強すぎるっぴなのぜ。その後アカデミー賞はそうな目にするわと、あとは口コミでガンガン評価を上げた作品なわけ。マジでクッソ激烈に面白い作品。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。